おはようございます。本日はですね、月に1回ある、オンラインサロンの飲み会の方に行きたいなと思います。で、今月6月はですね、鳥取に行くので6月8日土曜日、9時44分出発したいなと思います。はい、それではですね、今回も車で行くんですが、まあ、一応なんか鳥取が波ないって聞いてたんですけど、なんか波情報見たらちらっとありそうなんで、もし運良ければ入ろうかなと思ってサーフボードを積んでおります。で、今回はですね、もう車中泊はしないので、今回のテーマとしてはゲストハウスに泊まろうかなと思ってますので、まあ、もしかしたら交流があるかもしれないですし、まあ、いい出会いがなければ全面カットで行くかもしれないんですが、まあ、ひとまずゲストハウスに泊まる予定なので、では、4時間、5時間、4時間ぐらいかけて鳥取に行きたいなと思います。行きます。それではですね、結構まあ運転頑張ったんですけど、今はこれどこや、カツオ、なんかカツにオーって書いてるところに今来てるんですけど、まあ、特に休憩しに来たわけじゃなくて、走ってる最中に思い出して、あ、そういや今日のアップロードした動画の終了画面つけてないわと思って、今からつけていく次第でございます。まあ、終了画面ってなんか最後 See you again ってなった時に、なんか次動画こんなんありますよみたいな画面なんですけど、なんかそれをつけるの忘れてたなと思って、まあ、今からちょっとつけるんですが、僕の今のオフィスはこの後部座席がオフィスになっております。こんな感じです。はい、ここでささっとエンディングだけ入れてまた、ね、運転頑張ります。残りあと100キロぐらいなんで、まあ、1時間ちょっとぐらいあったら、まあ、鳥取県内には入るんじゃないでしょうか。今はちなみに鳥取県内入ってるかどうかはあんま分かってないんですが、昼ご飯は結構皆さんから教えていただいてもらってた中でお声が多かった北海道っていう、回転寿司に行こうかなと思うんですけど、とりあえずそっちにぼっちら向かいたいなと思います。向かいます。はい、それではですね、初鳥取に到着しました。若干肌寒いですが、まず一番最初は昼ご飯を食べたいなと思います。なんか結構視聴者の方からお声が多かった北海道っていう回転寿司に行くんですけど、多分同じ質問も同じ疑問を持ってると思いますが、なんで鳥取やのに北海道やねんと思いますが、とりあえず行きます。はい、それで入ってきました。何がうまかったって、シマアジっていうのがめちゃくちゃうまくて、ちなみに愛媛さんなんですけど、それは美味しかった。あと、もし僕がここ常連で来たら絶対食べるやろうなと思ったのが牛タンの握り、あれはめっちゃうまかったんで、多分一皿240円ぐらいやったんですけど、あれは絶対多分ここに来たら食べるやろうなと思います。で、なんか隣のお客さんにちらっと話して聞いたら、これって鳥取だけなんですかって言ったら、ここは多分北海道っていうお店は鳥取しかないんちゃいますかねって言ってあったんで、来れてよかったです。まあ、次、今からはですね、ちょっとスポーツ店に行きたいなと思って、多分鳥取ってノースフェイスが入ってるお店がなくて、その今から行くところはノースフェイス取り扱ってるみたいなんで、ちょっと行きたいなと思います。では行きます。あと、ちなみにもう一つハマるやろなと思ったのが、ハーフサイズの、天ぷらのうどん、あれもうまかったです。素朴な味がしていい感じでした。では行きます。はい、それではあれから多分5分ぐらい運転したら、そのセレクトショップ的なところに来ました。ビンゴ屋っていうところなんですけど、こちらです。ここはなんか島根の中でも結構なんかノースフェイス言えばここみたいな感じで皆さんおっしゃってあったんで、多分なんか結構いろいろあるんかなと思って来たんですけど、まあ、外観からしておしゃれな感じなんで楽しみです。行ってきます。はい、それでは行ってきました。ですね、一つめちゃくちゃいいのがあったんですけど、それちょっと違う店舗にサイズが、僕のサイズがあるみたいなんで、ちょっとまた後で取りに行くかもしれないんですけど、まあ、それよりここの店舗のスタッフの人がめっちゃいい人やって、めちゃくちゃなんか親切に話してくれる、こんな感じの髪の毛の若い男の人と
あとニット帽が似合うワイルドな男の人とお話しさせてもらいました。で今からはですね、ゲストハウスにチェックインしに行こうと思うので、今からゲストハウスに行きたいなと思います。ほんまにここはノースフェイス以外にもパタゴニアもあるし、スタンダードカリフォルニアもあるし、ステューシーもあるし、レッドウィングもあるし、結構セレクトされてるブランドがいいブランドが多いので人気あるなと思いました。ではチェックインしに行きますか。なんか一応多分鳥取の中でも、まだ栄えてる方の多分場所やとは思うんですけど、それのちょっと路地みたいなのも行ってます。こんな感じです。なんか道路の広さとかからしても、なんか関西でいうところの和歌山みたいな感じで、道路も広いし、で車も多いし、山あるし、海あるしみたいな感じですが、そんないらんこと言ってる間に着きました。本日の宿です、ゲストハウスちゃん。では行きます。それではですね、視聴者の方と今合流して、今日はですね、鳥取に来たのは視聴者の方1人と僕でマンツーで今日1日いるんですけど、今はまずちょっとドローンを飛ばしに今海に来ました。海がこちらです、じゃん。ではドローン飛ばします。では上に上げます。それではですね、ドローンで映像を撮ってもらいました。ドローン帰ってきました。これはですね、視聴者さんの私物なので僕のじゃないんですけど、今回撮影で使わせていただきました。ありがとうございます。はい、次はですね、水木しげるオートに連れてきてもらいました。あー、目玉の親父がおる、あそこに。では観光してまいります。いい歌流れてる。本日の、晩ご飯はですね、魚と焼き鳥迷ってます。魚がこちら、そして焼き鳥がこちら、ね、でもこの流れは空と風にまず一旦行きますねまず魚に行きます。こんな感じです。第3回、飲み会を始めたいなと思います。では行きます。刺しです。お疲れです。はい、はい、それでは行ってきました。もう気がついたら10時まで飲んでてですね、いろいろマンツーまで今回はお話できて、次回は、京都ということなんで、また京都の動画楽しみにしておいてください。はい、それでですね、オンラインサロンの飲み会マンツーマンでしたが、飲んできました。前回のですね、東京の時もそうやったんですけど、今回もとてもいい方と出会わさせてもらって、ドローンまで使わせてもらって、で送り迎えとかいろいろ観光までさせてもらって、ほんまありがたかったです。今からゲストハウスに戻って飲もうと思ってまして、今日は4人ぐらいしかおらんくて、1人は女の人、日本人ので、あと2人は韓国人の男の人と女の人なんですけど、なんか韓国人の男の人はいびきグースかグースか書きながら先寝とったんで、多分寝てるとは思うんですけど、おそらく多分1人でこの後飲むんちゃうかなと思いますが、ですね、それではですね、今日僕が泊まるところのゲストハウスの紹介です。じゃん。僕の泊まる部屋はあそこです。
というこんな感じです。で唯一ですね、今もう11時ぐらいなんですけど、唯一日本人の、女の人がいてるんで、その人と軽く一緒にビールを飲んでるわけなんですが、はい、こちらですね。めっちゃ回ったやん。え？あれからですね、車に戻ってきて、今から風呂セットを取って風呂に入りたいなと思うんですが、さっき出た女の子がですね、結構自慢が多い感じなので、ちょっと好かれてきてですね、もうその話ええかなって思いながら聞いてたんですけど、一応オーナーさんにその撮影もしていいですかって許可得てたんで、なんか YouTube やってんねやろみたいな感じでも結構いろいろ聞かれたりしてて、あーちょっと疲れる人やなと思って逃げてきました。で、今からはですね、風呂入って後はもう寝たいなと思いますので、これ以上起きてたらもうこれ以上話すのちょっと疲れるので、もう寝たいなと思います。ではですね、最後の最後にどえらいまだパンチの効いた出会いがあったんですけども、今日は早く寝て忘れたいなと思いますので、はい、ここまで見てもらってありがとうございました。